マルティアヌスミンネウスフェリクスカペッタラ、マルティアヌスミンネウスフェリクスカペララ、マルティアナスミニアス、フェリクスカペラは古代末期の異教徒の著述家で初期中世の教育を構成した自由な中の体系を発展させた最初の人物一人、マルティアヌスカペラと呼ばれることが多い。カッシオドルスによれば彼はアプレウスと同じくアフリカ属州マダウルス、 現在のアルジェリアスークアフランス県に属するの出身、カルタ語で法学の教育を受けたとも言われる。月に存在するクレーターのカペラは彼にちなんで名付けられた。マルティアノスは5世紀に活動して、教育史、文献学史、科学史において、基本的な文献である有名な著作、フィロロギアとメルクリウスの結婚について、お410年のアラリック一世によるローマ略、 四百十年の前に書いた。このことは彼自身が言及しているために明らかである。一方、知られている限りでは四百二十九年のバンダル人による北アフリカ征服よりは前に書かれたようだ。修辞学教授のセクルスメモルフェリクスは、最も大敗した規範から彼が働いていたという記録書の一巻、あるいは多くの写本のうちに二巻の末尾に記された彼の個人的な署名を、 ローマで受け取りている。フィロロギアとメルクリウスの結婚について、ラ・デナプシス・フィリロッチエ・マーケリーは、七つの学科、ラ・デセプテム・ディセプリニスあるいは、サテュリコン、ラ・サティリコンと呼ばれることある、百科事典的な作品で、三文と、精緻な意味を含む因文とを混合した文体で、書かれた趣向を凝らした教訓的なアレゴリーである。言い換えれば、 マルクス・テレンティウス・ウアロのメニッポス夫婦詩と同じ文体で書かれたであるとも言える。また、本書の文体は言葉数が多く、隠諭や一般的でない表現に満ちているといったものである。本書は5世紀のキリスト教家されて以降のローマ帝国から12世紀ルネサンスまでの公的機関での教育の標準的な形式が決まる上で要な役割を果たした。 ここで言う形式には、中世に知識を表現する手段として、アレゴリー、特に擬人化が好んで使われたことが含まれ、自由な中を通じてそれは寛容された。本書はその郊外に、マルティアヌスカペラの生前の、より狭くなった古典文化を包含しており、彼の息子に捧げられた。はじめの二巻に含まれる枠物語は乙女フィロロギア、学問の擬人化、時義的には、 言葉への愛の意に対する、メルクリウス、知性あるいは、利益の追求の求婚と結婚を取り扱っている。物語の中でメルクリウスは、知恵、占い、魂に反論され、文献学は神々、無罪、七人徳、カリスの庇護の元死となる。本書のタイトルは知的な利益の追求、メルクリウスと文学を通じた学問、文献学との偶和的な結合を指している。 結婚式の引き出物の中には、フィロロギアに奉仕することになる七人のメイドがいた。彼女らは、自由な中、つまり、文法学、子供の文法的な誤りを切り取るナイフを持った、老女、弁償術、修辞学、思想で飾られたドレスを着て、論敵を攻撃する方法で武装した背の高い女性、幾何学、算術、天文学、音楽を象徴している。これらの象徴は、 記憶術の象徴のやり方によく合致しているとフランセスイエーツは指摘している。自由な中の各課を紹介するとともに、彼女は自分の考える学問の原理を持ち出し、それによって自由な中の総括を行う。他の2つの儀芸、つまり建築学と医学は共演で登場するが、これらは地上の物事を扱う学問なので、天井の神的な存在の集会では、 沈黙を保つことになっている。本書の各巻はより古い著述家の作品の勾配、もしくは抜粋となっている。主題の論じ方は、ウアロの原理、さらには、ウアロの言った建築学と医学に対する言及にまで遡る、伝統に則っ,ったものになっている。マルティアヌスカペラの時代には、この論じ方は、知能が高い奴隷たちが、技術的な物事に対して使うものであって、 身分の高い者たちが使う論じ方ではなかった。古典時代のローマのカリキュラムは、主にマルティアヌスカペッラの著書を通じて、中世にも存続しており、キリスト教によって、多少は修正されたものの大きな変更がなされることは、なかった。詩の部分は、全体として正しく、古典的に構成されており、ウアロのものの焼き直しであった。第8巻では、 中性天動説について述べられている。その説では、地球は宇宙の中心で静止しておりその周囲を、月、太陽、三つの惑星と恒星が地球の周囲を回り、水星と金星が太陽の周囲を回っている。この説はコペルニクスが、研究の回転についてで敬意を持って紹介している。マルティアヌスカペラは、その著作の評判の点で、 最もよく理解されている。彼の著作は、中世初期を通じて読まれ、教えられ、注釈されており、初期中世、カロリング・ジョール・ネサンスの時代のヨーロッパの教育を、方向づけた。5世紀終わり頃に、もう一人のアフリカ人フルゲンティウスが、マルティアヌスカペラの著作をモデルにして、自身の著作を書いた。膨大な数の写本、あるセクルスメモル・フェリクスによって書かれたもの。 彼は編集版を作成しようとしたに見出される言及によって534年頃に結婚の緻密で複雑な文章がすでに筆状の過ちによって救いようのないほど崩壊していたことがわかっている。セクルスメモルの著作は9世紀に書かれたアンインプレッシブナンバーオブエクステントブックスの文章のもとになっている可能があるとマイケル・ウィンター・ボトムが主張している。もう一人の6世紀の著述家。 トゥールのグレゴリウスは、マルティアヌスカペラの著作がすでに実質的に学校のマニュアルになっていた証言している。1959年は、結婚の241の写本の目録を作成しており、中世を通じてこの本が流行していたことを証明している。中世には、結婚に対して、おびただしい数の注釈が行われた。例えば、ヨハネス・スコトゥス。 エリウゲナ、ハドアルドゥス、ネッカムのアレクサンダー、オセールのレミが注釈を行っている。11世紀にはドイツの修道僧のオートカー・ラベオーが最初の2巻を古王ドイツ語に翻訳した。スコラ学の上に新たな学問体系が樹立されるまではマルティアヌスが古代の学問を中世に伝える上重要な役割を果たした。13世紀に至ってもマルティアヌスは 天文学研究の作用元であり続けた。近代の解釈者たちは、マルティアヌスの思想に忠誠ほど関心を払わなくなり、光を除けば、彼の著作は、アルテス・リベラーレスについて知ることは重要だと、他の時代、場所の誰が思うかに頼ってい C.S. ルイスは、愛とアレゴリーで、B.O.O. キット、何の一種やキリンを生み出した宇宙もマルティアヌス・カペッタ以上に、 奇妙な存在を生み出すことはなかったと述べている。結婚の初めて印刷されたものは、フランキスクス・イターアリス・ボディアノスが編集したもので、1499年に、ビチェンチャですられたものである。この本のより後の時代の版はより古い版と同様に、人気の低下を示しているが、リベラルアーツの基本的な入門書としての地位を保った。A、ディック、トーブナー。 1925が長い間本書の標準的な版となっていたが、j ウィリスがトーブナーで1980年代に新しい版を作成した。数学に焦点を当てた現代の入門書として、ウィリアム・ハリス・スタール、リチャード・ジョンソン、E.L. バージのマルティアナス・カペラザ・セブン・リベラル・アーツ、ボリューム1。 ザクアドリビアムオブマルティアナスカペララテントレディションスインザマスマティカルサイオンセス 50BCAD12501971 年がある楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください